わわ、はい、本日はこちらでございます。でん、キングスバリーカリラ2011マルサラカスク、おいや、やってまいりました。生えてたボトルですね。これ生えてました、生えてましたよ。294本のうちの1つ、はい、カスクナンバーは900107ということで、本日はこちらの味を見ていきたいと思います。はい、はい、今日も行ってみよう。さあ、開けまして、おめでとうございます。よろしくお願いします。よいしょ。まあ、カリラですからね。そうなんですよ。えい、7年でこの赤さ。そう、7年ですよね、熟成は。めちゃくちゃ赤いっすよね。はい、ちょいと説明いたしましょう。はい、カリラ2011、7年、 59.2 度、マルサラカスク、キングスバリーゴールドでございます。はい、まあ、キングスバリーってのはボトラーズでございまして、はい、インディペンデントボトラーってやつですね。うん、キングスバリーっていうのはですね、はい、まあ、その蒸留所のイメージを覆してくるという、はいはいはい、そうです、そうです、ことで有名ですから、うんうん、カリラだといえど、うん、違うんじゃないかと、はい、いうところがこのマルサラカスクってところに集約されておりますが、はい、イタリアの主精強化ワインマルサラの樽を使用したものでございます。ファーストフィルのマルサラ樽による熟成ということで、フィニッシュじゃないんです、熟成なんです。熟成なんですね。はい、うん、とんでもないことになっているんじゃないかということですよ。はい、でね、マルサラってのは何かっていうとですね、ただシチリアの主精強化ワインです。はい、はい、マルサラとはですね、スペインのシェリーやポルトガルのマデイラと並び、世界的に知られる有名な酒精強化ワインということで、はい、大航海時代真っ只中の1773年、イギリス人のジョン・ウッドハウスが西の端にあるマルサラの町で白ワインにアルコールを添加したことで生まれた、そんな、ね、まあ、長い航海に耐えられるワインということで、作ったのが始まりでございましてですね、はいはい、飲んだことないですね、うん、この酒精強化をどれを使ったのか分かんないですけど、うん、まあ、石膏、辛口、セミ石膏、中辛口、ドルチェ、甘口っていうのがあって、まあ、糖分によってその甘さっていうのをね、分けるんですけど、まあ、果たしてどれだったのかなっていうところでございますが、まあ、でもワイン系のね、香りが、はいはい、するんじゃないかということです。生産本数は294本、うん、はい、なので限定品ってやつですよね。はい、終わりでございます。その手のやつは苦手なんですよ。もうテンション下がってるやん。もうね、怖いな、怖いな。はい、よいしょ。はい、香りをいってみましょう。はい、ブランデーなんじゃないかというあ、ブランデーよって言われて、なるほどってなるね。うん、でもなんか奥に塩気がね。カリラは何なんだ。カリラね、ちゃんとカリラね。奥の方にいるんですよ。最初にね、感じるのはブランデー感、ワイン感というか、まあ、ブドウのね、甘みというねところなんですけど、奥にちょっと荒っぽい塩気がありますね。すごいね。海っぽさありますよ、これ。でもまあこういうアイラもありますからね。確かにね。ここまで飛びつかないけど長熟した白ワイン、ちょっと荒っぽい白ワイン、うんうんうん、そんな香りとプラスカリラ、はいはい、みずみずしい白ワインじゃないです。ちょっと重め白です。味ってみましょうか。いただきま す, いただきます。おあ、でもこれ好きな人は好きなんだろうな。これね、僕好きですよ。もう悪くないですよ、これ。なんだろうな、ウイスキーとして飲むものじゃないかな、感覚的に。おなんすか、ブランデーですか。ブランデーとかグラッパーとか、おそんな感じ。でもしっかりちゃんとカリラですね。そうですよね、うん、なんかね、2層に分かれてる感じがするんですよ。カリラの部分と甘く豊かな部分っていうのが、なんかこう2層できてるような感じがしますね。ドス、はい、強ドス強かった。 5% くらいある。ドスは 59.2。 ああ、やっぱり、はい、強です。強ですね。はい、樽の感じとかね、うん、
すごいですよね。なんでワインの樽の感じってこんな強烈に感じるんだろう。確かに、ね、すごく木の感じとかがよく出てますよね。うん、甘みがあって、それでいてちょっとこう塩気があって、うん、美味しいかなと思うんですけど。下手にあのオロロソとかさ、あザ・チェリーみたいな、スパニッシュオークフィニッシュですみたいなやつらよか飲めるんですよ、うん、ああそうですね。ブドウの残りが成分なんですかね。残りが成分残りが成分、うん、ちょっとなんかビタビタのタル使ってますみたいな。染みってるやつ、染みってるやつですね。染み出る丸サラ感が、わかんない、丸サラ飲んだことないからわかんないですけど。飲めちゃう、飲めちゃってます、飲めちゃいましたね、あながちね、あながち飲めちゃいました、ね、でも加水します、加水します、加します。ちょっとでいいよねっていう、まあでも確かにガブガブはいかないね、うん、我々のチョイス、あなたのチョイス。はい、さあガバッと香りが出てくるでしょうか。おお、カリラだ。あれ甘いね、甘いね。カリラレーズンバター、ああそうね、うん、お菓子にありそうな、ありますあります、うん、こう甘めのレーズンバターを塩っ気のあるクラッカーで挟んでいただいてる感じ、うんうんうん、はい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 、まさにそうです、そうですね、はい、足拭きますか。いただきます。香りまんまだ。こっちもバランスいいな。カリラが先に来る気がしますね、うん、後味甘っ、甘い、くそ甘い、みずみずしい、なんか、うん、ジューシーな、うん、これはうまいっすね。これ僕はうまいなと思うんですけど、ただ一杯だなこれ、すげえ甘いもん。デザートでいいよ、デザート、しつこいくらいですね、うん、やっぱウイスキーとして飲むんじゃなくて、そう、別のブドウ系の蒸留酒として味わった方が、うんうんうん、でも美味しくいただけると思う。ブランデーをカリラカスクフィニッシュしたみたいな。そうそうそう、そっちのくらいだね。そんな感覚だよね、いわば感じね、うん、タル感が、ね、マルサラ感がすごいね、タルのその影響ってね、強烈ですね、ほんとすごい影響だと思う。これはニューポットで買い付けて7年熟成かけたところでしょ。そうだと思いますよ。はニヤニヤしてたんだろうな。ニヤニヤするねこれは。キングスバリーのおじさんたちが、そう。甘いの作っちゃいましょうつって。カリラで甘いのないでしょ。やっちゃやっちゃ。あいつら驚かせようぜ。カリラ好きをよ。うん、まあでも欧米の方には受けるんじゃないですか。あ、受けそうですね。そんなイメージありますね。うん、がっつりね、やっぱ甘いなら甘い、辛いなら辛いが、ね、うん、受けやすいですから、受けるかもしれないですね。微妙なニュアンスな。感じしないですよね。そう、まあ微妙なニュアンスってやっぱりね、そんなね、日本人ぐらいじゃない、うん、このものはグズグズ言うのは、うんうん、はっきりしてる方がね、うん、好かれますからね。そうですよね。まあ甘いの好きな人は本当いいんじゃないかなと思いますよ、うん、ぜひね。まああるかな、うん、ほぼ手に入らないでしょうね。ですかね、ネットでもないのかな、うん、ないですね。ないですか。今見てみましたけど、じゃあまあどっかでね見かけたらね、巡り合った時に飲んでみてくださいよ。はい、甘いの好きな方、うん、ぜひ。あとカリラ好きな方ね、うん、ぜひ。はい、というわけで、はい、はい、本日はカリラキングスバリーマルサラカスカルサラカスご紹介しました。ありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。